柴田豊の幼少役を演じました芦田愛菜です。栃木弁をお話しするのは初めてだったので、普段伸ばさないところを伸ばしたり覚えるのが大変だったんですけど、しっかり自分の考えを持っていて、おっかさんのために頑張っている豊ちゃんを目指して演じていました。豊さんにお会いしていろいろお話を聞きたかったです。映画のお仕事をするよって聞いた時に、ちょうど学校で詩のお勉強をしている時だったので、豊さんの詩集を読んで、私もこういう詩を書いてみたいなと思ったのが、言葉っていう詩とか、あと貯金っていう詩とか、化粧っていう詩なんですけど、言葉はお友達と喧嘩した時に次の日に素直にごめんねって言えるようになるために読みたいです。貯金は優しさを貯金するっていう表現が好きです。